お世話になります、ひとりでございます。この前、鼻をほじりながらなんとなくポケモンウィキのスプーン曲げの項目を見ていたら、このような文言がありました。初代、赤、緑、青では覚えることができるポケモンが一匹もおらず、指を振るでのみ使用可能な技であった。なんと初代にはユンゲラー、フーディンがちゃんと登場するのに、このスプーン曲げを覚えることができないんです。そんな得意な技に私は魅了され、指を振るでしか見れないスプーン曲げのモーションを見たくなりすぎて、自分の目をくり抜いてゲームの中に埋め込んで見ようとしてしまい、イカれちまいました。多くの方もイカれちまっていると思いますので、今回は指を振るでスプーン曲げのモーションを見ていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思いますが、今回使うポケモンね、ご紹介していきたいと思います。それはですね、ピッピですね。ピッピはこんな感じでね、懐かしい見た目ですね。これ最近の人知らないと思いますけど、昔なんかピッピがめっちゃ活躍するギャグ漫画みたいなあって、それを思い出すような見た目ですね。で、これで、指を振るをちゃんとね覚えさせておきました。レベル31で覚えるということで、これわざわざね、10レベぐらいでお月見山でしたっけ、あそこで見つけてきまして、それで不思議な飴をですね、わざわざちょっと探しに行って、道具増殖バグでね増やして、なんとかこのレベルにしました。初め普通に育てようと思ったんですけど、めっちゃめんどくさいんですよね。ですからやっぱり剣盾って素晴らしいなって思いましたね、改めて。いや、これだけでね結構ね時間かかりましたね。レベルで覚えるポケモンこいつしかいないし、技マシンで覚えさせようと思ったんですけど、技マシンすでにこれ中古ソフトで取られてたしっていう感じで、いろいろ問題あったんですが、なんとか揃えました。ちなみにその道具増殖バグにいて、このポッポの変なバージョンが生まれました。一歩ですかね完全バグポケモンっていう。まあそれはいいとして、じゃあ指を振るをね、ただひたすらやっていくだけですので、あとはここの、とこで、適当に戦ってね、スプーン曲げ出るまでひたすら指を振るをやるだけですね。ちなみに技はね、初代は165個とかだかな、そんぐらいしかないんで、すぐ出るんじゃないかなと思います。私前、命中100の技、0.04% の確率で外れるっていうね、動画やったんすけど、それと同じぐらいの確率かな、だから165分の1とかそんぐらいですから、それでスプーン曲げ出せばいいんでね、それで、まあやっていけばいい。あ、剣の舞ですね、これはミスですね。攻撃力がぐんと上がった、どうでもいい、風を起こしてやられていく。まあそんな感じなんで、まあ、確率的にそこまでめっちゃ低いってわけでもないんで、すぐ出るんじゃないかなと思う。怒りの前バーで倒しちゃわないか、そこ半分食らうだけだから大丈夫で、まあそんな感じでやっていきましょう、ひたすら。まあ出るんじゃない、でもすぐ風起こしなんでポッポのマスター出てくんのここでしかも倒していく、いいね。いやー、これでね何回も何回もやっていきましょう。もうただねこれやるだけなんで、かなり地味な絵となると思うんですが、まあひたすらやっていくだけですね。白い霧、ってか白い霧、これ波乗りみたいになってんじゃん。スピードスターか、波乗り、完全に白い霧と一緒だね、波乗り剣の前また出やがった運逆にいいじゃん。技の残りポイントなくなっちゃった。そっか、10回しか使えないから結構めんどくさいんですね。わざわざこれもう一回回復しに行かないといけないという。うわー、これ結構だるいかもしんないですね。まあでも大丈夫っしょ、いけるような気がする。すごくポケセンのジョーに、お前何やってんだって完全に思われるでしょうけどね。ピッピだけ酷使してって、吹き飛ばしで吹き飛ばすっていう。ポッポだったら吹き飛ばされねえだろって話なんですけどね。バリアーだ、すげえ。防御力がグーンと上がった。これシンプルでかっこいい技だよな、本当に。スモックすげえ、何これスモックだけでこんな画面の色が変わるやつ、やばいっしょ。大文字すげえ、いいねやっぱ大の字になるやつですからね、かっこいいね。当時もハサミギロチンだ、しかも当たったし強い。マジかよ、当たんのかよ。まあそんなことしなくても倒せんだけどね。飛び蹴り、飛び膝蹴りじゃないんだ、飛び蹴りっていう風になってんだ、知らなかったな。これは二度蹴りとかでもないし。雷パンチ、雷パンチもすごいな、真っ黒になるんだね。色変わる系もちょこちょこあるんだね。翼で撃つ、マジ雑なモーションだな。トライアタック、これはワロタですわ三角がただ動くだけっていうね、トライアングル投げつけてる感じだね。光の壁、バリアーと完全に一緒。絡みつく、絡みつくなんてあったっけ、締め付けるじゃないんだ、巻きつくでもないし。怪しい光すげえ、
真っ黒、これもいいね。かっこいいのはほんとかっこいいな、マジで。巻きつく、来た。巻きつくもあるんだね。絡みつくと一緒じゃん。糸を吐く。え、なんで後ろから来んの巻きついてるようなイメージか今のは。毒針、針が見えねえわ。大爆発しちゃったマジかよ。しかも結構派手だな、ほんと大爆発。しかも急所に当たったし、終わった。黒い霧、わーおー白い霧の本当に黒バージョンなんだね。お、スプーン曲げ来た来た。え、なになに今体当たりみたいな感じになってた今。お、スプーン曲げ来た。え、スプーン全然出てこなかったね。なに今のな、一瞬で終わったし、しかも悲しすぎでしょ。いや、翼で撃つみたいな感じだったね。ひどいぞあれ。いや、この指を振るでしか見れない初代の技、スプーン曲げはこんな感じでした笑いが止まりませんわ。あっけなさすぎて。30分で出ましたね。技は存在するのに誰も覚えない技というのに、でも一応ね、エフェクトはちゃんとありましたから、まあそういうところすごいっすよね。なんでこの技あったんだっつう話ですけど、でもはっきり言うと他の技の方が面白かったかなと私は思っちゃう。連続で出た、エスプーン曲げ連続で出た。奇跡じゃん、今なんとなくやったら最後奇跡すぎでしょやば、え、マジやばすぎでしょこっちのが驚いたわ。ということで検証結果、スプーン曲げはイカれちまっているでした。いやー、これはある意味で面白い結果になったのではないでしょうか。動画投稿者としては映える結果が取れなかったことが逆に映えたという、嬉しいような嬉しくないような予想外な結果になったと思います。まあ指を振るで今回のテーマであるスプーン曲げを2連続で出すという奇跡を起こせたので、まあ俺 OK です。ただよく冷静に考えたらそんなにレアでもないし、スプーン曲げという誰も使わないような技だし、需要はなかったかもしれませんね。ごめんなさい。まだスプーン曲げを見ている方がマシだったかもですね。反省します。